Hey everybody, this is your friendly neighborhood Lisa Foxy, and welcome back to SD Gundam Battle Alliance. In the last episode, apparently my intro was cut and muted halfway when I was editing through the videos in the last episode, but I apologize for that to you guys in advance. So this time I made sure the sound and everything is going to be working in this episode, so without further ado, let's not take long and jump right into it. Alrighty, so it seems that I am level 16, and so hopefully we can continue on leveling up more and getting more into the story, or should I say advancing ourselves. Okay. Ooh, nice. Alright, gonna max out as much as I can in this. More power, more energy. I'm just gonna max as much as I can, and I know eventually I will be sure to do the same for the others over time. I hope I could still be able to play, like, what was it, the, you know, the Wing Zero, or not Wing Zero. Well, it is, yeah, Wing Zero. Sorry, it's been a while, okay. Anyway, so I hope I can do that and unlock some more Gundams along the way. All right. So it looks like my team is all good. Let's go ahead and hop right into that. Alright. I feel like I'm having deja vu. Alright. Oh. フルーマの全滅確認。爆撃のスイッチに電源が入ったよ。招待ちゃん、スイッチ操作を。よし、行こう。ただ、こっちのルートは少し遠回りになるかな。Almost got a little turned around there. All right. Oh, that one got me. Whoa. 人の業、他者より強い、他者より先へ、他者より上へ、競う、妬み、憎む。もういいよ、なんか難しいし、分かるのはここは俺の、俺たちの本当の居場所じゃない。そこに着くまで戦いは非常さ、いついかなる時も。ブレイクアウトした。すごい迫力と悪意を持ったパイロット。このミッションの何かに引っ張られて無理やりブレイクインしたみたいだね。帰ろう、みんなのところに。よかった。ナイス。こっちのガンダムも元の歴史にブレイクアウトしたみたい。でも本来ここにいるはずのガンダムはいなかった。探さないと。本当にいるべき仮面の男もね。作戦終了っと。帰還するぜ。Okay. Hmm. まさか。一年戦争にザフトの要注意人物ラウル・クルーゼとはね。でも肝心のアムロ少尉シャア大佐はいなかった。アバオアクーでの戦いはトゥルーミッションでってことになりそうね。修正用のフラグメントキーは手に入ったの？修正データ2つ入手、2つ入手。宇宙世紀とポストディザスターの歴史。いつもの多重ブレイクとは少しデータ形式が違ってるなとは思ったんだよね。アバオアクーに異なる歴史のガンダムが複数いたってこと？ホワイトベースが着底してた場所まで2ルートあったの覚えてる？回り込んで下っていくルートと縦穴を一気に飛び降りるルートよね。そう、それ。どちらを進んだかでブレイク現象が変化したみたいなんだよ。トゥルーミッション発生に支障はないけど、多重ブレイク現象の特殊な例として記録しておくよ。もう一つのルートも確認しておいた方がいいかもね。ユノ、今は先を急げ。ユノ、情報が紐づいたフラグメントキー。今までになかったブレイク現象か。Alright, so we got some Gundam Seed stuff, and G Gundam. Like I call it G Gundam, but anyways. So we can still level up. Yeah, I'm not complaining. If I can max out as much as I can, yeah, then I'm a happy person. Just checking some stuff. Alright. Gundam Seed. Alright. Coordinator and Natural. その決戦の地に行くんだね。ガンマ線レーザー砲ジェネシス、なんとしても発射をやめさせないと。夜勤ルーエ、コントロールセンター夜勤。そう、夜勤ルーエを抑えるのが重要だよ。キラ君、アスラン君がいればなんとかなるはず。あとはかがり姫様たちとの連携も確認しておかないと。かがり姫？そうか、キラ君たちは第三勢力なのね。どういった立場なの？簡単に言うと、元地球連合軍、プラントの穏健派、そのどちらでもない中立国、この3勢力の同盟軍が所属しているんだよ。随分複雑な構成ね。それぞれどういった組織なの？前にブレイク修正したアラスカ基地の事件以降、地球連合軍から離脱して脱走艦になったアークエンジェル隊、プラントの穏健派閥クライン派のラクス・クラインさん率いるザフト軍艦エターナル、そして中立国家オーブ連合主張国の代表さんカガリ・ユラースハ姫が司令官を務める宇宙戦艦草薙、この3隻を柱とした俗に三隻同盟と呼ばれる同盟軍と一緒に戦うことになるよ。今回の私たちはその三隻同盟扱いになるのね。そういうこと。史実ではこの戦いでかがり姫様が重要な役割をすることになるんだけど、そこは私が確認するから大丈夫。小隊長さんに気をつけてほしいのはやっぱり仮面の男の存在かな。ラウル・クルーゼ、アバオア・クーのブレイクミッションに出てきた怖い人ね。トゥルーミッションにすら影響を及ぼしかねない危険極まりないパイロット。仮面の人は基本的に強敵ばっかりよね。そういうわけでいざ地球の存亡をかけて第二次夜勤ルーレ攻防戦。状況は前と同じね。さてキラ君とアスラン君はカイさん先に出ます。ガンタン君発進よし。アヤトの野郎一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。アスランジェネシスを。了解だキラ。 Okay Gundam Seed man. Oops, I didn't mean that. Wow, already. それともう一機がジャスティスガンダム。キラ君の親友アスランザラ君だよね。2人がいればジェネシス発射は阻止できる。アスラン小隊長さんたちと協力してジェネシスを止めるんだ。分かった、協力感謝する。あ、はじめまして。早速ですがこの感じは。キラ君どこへ。あの人だ。アスラ後を頼む。キラここは俺に任せろ。出てきたみたいだね仮面の男が。ラウル・クルーゼ、全てのものにとっての敵。私たちはジェネシスを。時間はないよアスラン君、お願いね。俺たちでこの戦いを終わらせるんだ。なかなかいい感じじゃないの。展開よし、うまくいったみたいだな。この野郎俺たちを撃破するよ。さあ相手はプロビデンスガンダム。フリーダムキラは通信回して。また君か。厄介なやつだよ君は。あなたはあってはならない存在だという。何を。さくら、コーディネーターは遺伝子操作によって生まれた人間よね。そうです。だけど彼はI knew he was coming, but couldn't dodge it as much as I wanted to. They hit it much harder than they look. そんなこと。目に許されない君という存在を。キラ君はコーディネーターのだけじゃないの。他に何か特別なものが？彼はスーパーコーディネーター。人工子宮を用いて作られた人間を救った。僕はそれでも僕は力だけが僕の全てじゃない。それが誰にわかる？何がわかる？わからぬさ。誰にもわかろうともしない人が。待て！プロビデンスガンダムが戦線離脱。まずいよ、ジェネシスの方へ行くみたい。なんだと？こっちも急ぎましょう。でも間に合うの？ギリギリまで諦めるな。間に合わせてみせる。Dang, it just keeps coming. Washington. 内部でジャスティスを核爆発させる。核爆発？まさか自爆を？大丈夫だよ、みの姉さん。オーブ連合のかがり姫様がいる。彼女なら絶対アスラム君を助けてくれるよ。信じるしかないのね。キラ君の方はどうなってるの？フリーダム、プロビデンスガンダムと交戦中。来るよ。これが定めさ。知りながらも突き進んだ道だろう。何を？正義と信じ、わからぬと逃げ、知らず聞かず、その果ての終局だ。もはや止める術などない。そして滅ぶ。人は滅ぶべくしてな。そんなあなたの理屈。それが人だよ、キラ君。違う。人はそんなものじゃない。何が違う？なぜ違う？落ちる！そこ！Alright, that was oof. Still more? Oh man. この憎しみの目と心と引き金を引く指しか持たぬ者たちの世界で。それでも僕は何を信じる？なぜ信じる？それしか知らないあなたの知らぬさ。所詮人は己の知ることしか知らぬ。辛いのは苦しいのはあなただけじゃない。ラウル・クルーゼ、なんて迫力なの。あ、そうだ、アスラン君は夜勤ルーエに突入したよ。小隊長さんはこっちに集中して。ザフトもクルーゼさん、アバオアクーでも思ったけど、すごく深い絶望を感じる。彼は人間に絶望し、肉を自分を生み出した。もしかしてキラ君と同じ？彼はナチュラル、普通の人だった。正確には普通の人から作られたそうだ。まだ苦しみたい。いつか、やがていつかは。そんな甘い毒に踊らされ、一体どれほどの時を戦い続けてきた。行け、終わった。こんなことは行きたくない。さすがだ。アスラン君が夜勤ルーエの指令室を占拠したよ。これでジェネシスの発射を止められる。あまりだ。何が？アスランならやってくれる。この余裕、何か策があるっていうの？保険があるってことだよ。たとえ夜勤に落とされたとしても。どの道私の勝ちだ。夜勤が自爆すればジェネシスは発射される。自爆シーケンスと連動させ。Bad move. I'm not get careless. Oh. つ予言の日だ。そんなこと、それだけの業を重ねてきたのは誰だ。君とてその一つだろうが、それでも守りたい世界があるんだ。Come on, buddies. Hang on. I should do it. Got him. Oh man. Awesome. Pilot skill, lucky? Okay. Justice Gundam, okay. Hmm. Oh, wait a minute. Skills. Gonna level up my... Okay. Boost. Let's see. Oh, I can uncap them. But I'll wait till I max out everything first before I do that. Time to hop there. Go right in there. 小隊長、私たちの未来、一年戦争として歴史に残る戦い。その最後に立ち会うことになるね。さくら、ブレイクミッションでホワイトベースは確認できたけど、アムロ少尉たちはどうなの？シミュレーションといっても私たちの未来、それを見据えろ。おそらく直接言えないからそういう表現にしたんだろうけど、ユノ、正しい未来、変えてはならない未来、受け入れろ。レディーユノ、受け入れろ。お、先輩行きましょう、小隊長。私たちの未来、私たちで正しく成立させる。アバオアクーの S フィールド側だよ。これが最後の戦いなのね。カイさん、先に出ます。ガンタンク発進よし。ハヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。シャアだって分かっているはずだ。倒すべき相手を。アムロ少尉も戻ってきた。いよいよね。宇宙世紀の歴史が動くよ。今の僕になら本当の敵を倒せるかもしれないはずだ。すみません、援護を。了解。一年にわたるこの戦争、終わらせましょう。私たちは今未来を見てるのね。ちょっと複雑だけどしっかりね、小隊長。これ以上の侵入を許すな。よし、うまく。助かった、ありがとう。空軍もかなり入り込んでるね。他の艦隊から来たのか。援護していきましょう。隔壁が開いた。伏兵です。なぜ出てくる。小隊長さん、ジオンも必死だよ。こういう場所は警戒して。連邦の連中を押し返せ。落ちる。これでどうだ。さすがだ。ここはもういい。他を助けてやってくれ。このまま行けばアバオアクーの核へ行ける。できるぞ。内部は思ったより手薄ね。また伏兵。今度はゲルググ。シャアの赤いやつに乗っていたな。マラーも一緒にいた。さくら、シャアアズナブル大佐もここに。イエス。通りならこの S フィールドから出撃するはずだよ。当然乗ってるのはグルググじゃないけどね。こいつらどんどん入ってくる。手間をかけたな。すまない。友軍から通信だよ。ジオンの新型が出たという話だ。ヘビーアーマーみたいなやつらしい。要塞内に入ったという報告もある。警戒を怠るなよ。了解しました。シャアか。あれにやられるわけにはいかない。大型モビルスーツの要塞内への侵入を確認したよ。偉い人にもわからないモビルスーツ。匂いよね。何か呼んでいる気がする。オムロ少尉。シャアなのか。少尉さん、先行しても大丈夫。後ろは任せて。突破口を開く。やれるはずだ。I'm gonna apologize in advance if hopefully I'm not breathing too hard to you guys on my mic. I might have to fix the sensitivity, but just thought I warn you guys. If you, I get it all intense with it. Where is he? Wait, oh, okay, okay. He's playing around. I need him to distract from me. There we go. Holy cow, he countered me. Pretty tough. This should be enough. There we go. Woo! Whoa. Oh, no, you don't. Got it. Uh-oh. Oh, man. Okay. You know, 一年戦争終わった。You know、決着ガンダムジオング決着。待って、あの二人の戦いが連邦とジオンの戦争の全てじゃないわ。さくら、戦争はあの後どうなったの？終戦なのよね。うん、キシリアザビは撤退途中に戦死。これでザビ家は事実上崩壊。ジオン公国は新たにジオン共和国を成立させる。共和国の臨時政府は地球連邦政府にすぐに終戦協定を持ちかけ、宇宙世紀0080、1月1日終戦協定が結ばれたのね。確かジオン公国が宣戦布告したのが79年の1月3日だから1年戦争か。さっきも言ったけど G ユニバースで起きていることは過去の歴史そのものではなくシミュレーションの結果だからね。だからユナ姉さんが生きる歴史がこの結果の通りになるとは限らない。例えば蝶が羽ばたいただけの小さな出来事でも歴史の分岐点になり得ちゃう。シミュレーションとは全く違った結果になるわけ。バタフライエフェクトってやつね。なら蝶よりもはるかに影響力を持つものが歴史に投入されたとしたら、それがもしガンダムだったなら。Alright, so we're gonna max this. Great, and... Okay, so now that this is level 30, we can uncap this again? I think. Oh wait, no we can't. Because I think we're missing another one of those pieces there. Okay. Well, if that's the case... I will start... I probably should upgrade my other little guys. Okay. And then eventually I'll start working on the other Gundams. I mean, I just want to make sure my guys aren't too much falling behind. Yeah, so I did level him. Just need a little more. Alright. Let's deal with this one. Jump right in there. ここがティターンズの拠点。敵はもう配置についてるね。それにしてもキリマンジャロはまだ落ちないのか。カエさん、先に出ます。ガンタンク発進よし。ハヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。神夢、どこへ潜り込んだのだ。カラバ地上部隊、ユノアスタルト特務総長です。クワトロバジーナ大佐。私は大尉だ、ユノ特務総長。あ、ティターンズの監視塔です。敵の増援を断つため破壊してください。大尉さん、リーダーから通信です。こちらカラバのアムロレイダー。シャー、応答してくれ。何クワトロとしてで構わんの。答えよ、あなたもべっくりとはな。神湯ならいいのか。なぜすぐにあの二人を止めなかった。あのコートの娘のことか。あなたには分かっているはずだ。もう一度同じことを繰り返させるつもりなのか。それは彼らの問題だ。我々は源氏をどうにかせねばならん。クワトロ隊、カラバの力を過小評価してもらっては困るな。はい、本隊の進行ルートを確保し、神湯君も探します。小隊長さんもゲリラ戦で監視塔を潰しながら進んでね。はい。Give me a second, guys. Don't worry, I'm not skipping or anything, I'm just kind of editing my little filter here. Hold on. Okay. There we go. Just a little bit, but I don't think it's gonna change much. We'll see when I hear back on it. Oh, dang it, I keep doing that. I got an achievement of what do I do next. That's funny. Oh boy. He's back with a vengeance. That's what Oh. There we go. Well, looks like we unlocked a Gundam here. Alright. Ooh, close on that other one now. Okay. So I'm pretty sure everything is capped. Yeah. Alright. Because I said I wanted to finish leveling up these guys with their gear, at least. Right, so that's maxed. Okay, I want to upgrade this Gundam too. Wow. Almost there. Okay. This Gundam looks very familiar. Uh-oh. Alright, so we're gonna do this one now.宇宙世紀0087ティターンズの拠点キリマンジャロ基地の攻略戦だね。キリマンジャロの状況はブレイクミッションとは違うの？あの時から少し先の時間軸だね。神井指団君が強化人間であるホウムラサメさんを基地から救出した直後助け出した？やったじゃない。クワトロ隊は強化人間の意識は人為的に作られてるから助けるのは無理だって。残念ながらそれは間違ってない。やっぱりサイコガンダムのデバイスに過ぎないんだよ彼女は。そんなひどい話。こうなったら小隊長と私で未来がかかっていながらただそれを見据えるなんて私には。カミーユは私のことを知った。知っている人がいてくれるから生きていけるんだろう。カエさん先に出ます。ガンタンク発進よし。ハヤトの野郎一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。なら敵になるのはやめて私に優しくしてよ。神早くゼータに乗れ。クワトロ隊員、ポーさんの様子が。薬物と催眠、そしてサイコミューからの強制。まともな精神状態ではあるまい。それが強化人間。じゃあ彼女はもう。ゆの姉さん、神井君は戻ってきてる。あとは彼次第だよ。そこだ。Alright。ここ程度。そこ。この先のシャトル発射場、スターンズの幹部が脱出しようとしてる。空に逃げるジャミトク。ジャミトクハイマン大将を守るためにサイコガンダムが出てきてるんです。小隊長、奥のシャトル発射場に急いで。そこだ。そう、ここはもうダメだ。まだなのか。次だ。そこだ。でおお、最高かな。お前たちは私をいじめに来た。私から記憶を奪ったのもお前たちだ。そう、止まれ。私は記憶が欲しいの。もっと知りたい。これがサイコガンダム。そうだよ。そう、サイコガンダムを降りるんだ。お前たちを倒せば私はもう苦しまないで済む。そう展開オレンジ攻撃。いけもう邪魔をしない。Wow, what a recover。やめてください。攻撃はしないで。どうしろと言うんだ。僕が説得します。問題ない。ええ、what a hit. Psycho Gundam was always rough before. 目を覚ませ。俺だ。神井だってわからないのか。神井、自分のやっていることが分かっているのか。まずいな。ユノ、サイコガンダムを頼む。制空権は我々で確認する。了解です。小隊長、クワトロ隊と連携して。神、来い。乗っちゃいけない。もうこんなマシーンに乗ることはないんだ。If I stay right here, 迷いは自分を殺すことになる。ここは戦場だぞ。だけど僕は人間です。戦いの中で人を救う方法もあるはずだ。あるわけないだろう。クワトロ隊員の言うことの方がよっぽど理想論だ。この地ユニバースにそれは可能なの？さくら、歴史は変えちゃダメなんだよ。お姉さん、みんな待っちゃとっておきだ。このー許せはしない。私はシステムからの強制か。ダメだ、それに乗っちゃ。それは悪魔のマシンだ。さくら、彼女を下ろすことはできないの？無理だよ。坊さんは自分の意志であれに乗ってるんだから。そうか、催眠療法。じゃあ、もう分かんないの？そんなこと、俺は無理だなんか。みんな消えてしまう。なんというプレッシャーだ。サイコミンは人の心を分離化させているのか。これって記憶が欲しいだけなのに。それがそんなにいけないことなの？そう、下がれ神谷。かわいそうだな、君はまだ死ねない体だ。そんな戦士はalmost there. Ooh, that last hit. ここだ。そう、サイコガンダムのコックピットにいてはいけない。うん、サイコガンダム機能停止。ジャミトフ大将のシャトル離陸しました。みすみす逃がすとは。スターンズのモビルスーツが接近中です。気をつけてタイさん。これでブレイク修正は完了。ブレイクアウトするよ。 My team is quite the trooper. 待ってよ、まだ戦いは終わってないじゃない。坊さんも助けられるかもしれないのに。僕だってアムロに負けてらんないからな。サイコガンダムは格差しただけなのに、どうしてブレイクアウトを？結局、フォー村雨さんは正気に戻ったの？戻ったよ。戻ったけど、あの後、ティターンズのジェリド・メサ中尉の強襲からカミーユ君を守って。ティターンズのモビルスーツが接近中って、そういうこと？そんな、じゃあ彼女は？史実通りだよ。犬姉さん、トゥルーミッションは無事に登録された。こんなの救いがなさすぎるじゃない。それだったらそのジェリド注意ってのは。さっきも言ったけど歴史を変えちゃダメなんだよ。神様にでもなるつもりなの？そんなつもりはないけど。それにデータベースによると、どんな不確定因子を入れても同じ結果にしかならないこともあるみたい。特にガンダムが直接ぶつかり合う場合、不思議なくらい元の歴史をなぞるとあるね。そんな。ユノ姉さん、元気出して。そして忘れないで。Gユニバースは戦争の歴史なんだから。元気出せ、ユノ。辛い歴史でも見据えなきゃダメ、ユノ。そうね。生死を成立させる。それが今、私たちがやらなきゃいけないことだものね。変えたい未来を見据える。でもガンダムが関わる未来は変えられない。何かちょっと引っかかる。ベリーグッド、揃ったよ。散逸していたデータが全部。それって鉄火団のみんなのこと？三日月、ヒロ、マクギリス。マクギリスだけ鉄火団じゃない、ユノ。一緒に戦ってると分からなくなってくるのよ。ユノ姉さん、あんまり適当なこと言ってると団長さんに怒られるよ。ともかくこれでモビルアーマーと戦える。逆再戦の遺物、モビルアーマーハシュマルか。トゥルーミッションの状況を教えて。ブレイクミッションの時と同じ。独立自治区クリスに向かうモビルアーマーを今度こそ止めるよ。そうね、今回はあのプログラミングメガネも邪魔してこないでしょうし。え？なんでわかるの？みの姉さん。うっと、しまった。かよ、女の勘。そんな私にご用心、肝に銘じておくことね、さくら。まあ、姉さんがそれでいいならいいけど。小隊長さん、トゥルーミッションに挑むなら一つ前のディレクトリに戻ってね。このトゥルーミッションの先で私たちが本当にやるべきことがわかる気がする。ユゴ、頑張れ。モビルアーマーに勝つために作られたのがガンダムフレーム。ガンダムだ、レディーユノ。Alright, so we have a new mission unlocked. Okay. Let me make sure I got everything all good. Okay, that's maxed. I'm gonna pump that up too. And we're also gonna uncap him. Yes. There we go. And... Not bad, not bad. Alright! So, we got this all set, at least for the next time, in the next episode. If you guys enjoyed the Gundams, please remember to hit that like button, and please remember to subscribe, so that way you guys don't miss any content that comes out here on my channel. I appreciate you guys for supporting me, and so far, we are getting through the Gundam series per mission here. So, until then, I'll catch you guys next time. And remember to try to stay warm. If it's warm for you guys, great. If it's cold, then, well, just bundle up. Until then, see you guys in the next episode. Bye!